ございまっちょ、フォルテです。はい、皆さん、前回絶対音感相対音感テスト選手権みたいな感じでやったと思うんですけども、なかなか好評で皆さんが結構当っちゃってる方、まあ全く僕のように当たらない方、さまざまな方がいらっしゃったんですけども、本日は何をしたいかと申し上げますと、で、俺の声を当ててみろ、何の音、絶対音感テストっていう、ただの絶対音感テストやってみようかなと思います。それ以外にもさまざまな世の中の音を僕が音を出していくので、皆さんその音を当ててみてください。で、僕は相対音感なので何の音か全くわからないので、今日ははい、チューナーを使います。はい、ということでチューナーを使ってやっていこうと思うんですけども、アプリのちょっと説明をします。まずチューナーっていうものは、その音が何の音なのか教えてくれます。で、楽器とかのその合わせとかするときにチューナーを結構用いたりすることが多いです。いただきます。まあもう皆さんお分かりの通り、そうそうでした。これゲーって書いてたんですけど、ジーって書いてるんですけど、ドイツ語でソって意味なので正しいです。じゃあちょっと試しに僕の声やってみます。僕音痴なんですけど、お聞き苦しいですか、お許しください。そうファやないかい、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 そうかね、そうファのシャープまで行った、そうやっと出た、これでやっとソが出ました。よかったよかった、これは正しいことが証明されましたね。それでは今から様々な音を出していこうかなと思います。まずレベル1、これは分かりますよね、さすがにレベル1です。レ、レベル2、僕の声で出します。おー、ラ、レベル3、おー、レ、レベル4、レベル5。次からは僕が違う音を声で発しますが、音は違います。いきます。そう、あれ、そうですか、もう一回いきます。そう、しでした。わかりました。こっからが絶対音感領域になると思います。レベル6、そー、わかった、ファのシャープ、もう少しで、そう、惜しいとこでした。レベル7、パン、パンパン、パン、あれ反応されないな。パン、パンパン、パン、シのフラット。レベル8、ファのシャープ、さまざまな音が混じってます。レベル、レベル10、
死のフラット。はい、今から番外編っていうことで、ワンちゃんの声とか様々な世の中の音を調べていきたいなと思いまっちゃう。ワン、ワン、ワンワン、ワン、ワン、ワン。鳴って、声出して。ワンワン、ワンワン、ワン。お前は何しようんだ。ワン、ワンワン、ワン。あれ、ワンワンは触れて、この触ってる音は、そうです、この犬をこうやってコシャコシャしてる音、そうです、どのシャープでした一番多かったのは。まあね、世の中には様々な音が混じってるってことなんですけども、これって音っていうのは空気がなかったら音は出ないので、地球に生まれてよかったかなと思います。はい、それでは番外編2、マラカスの音は何の音？いきます。レ、鈴、次、分からん、さー、その音正しいんですけどね、多分いろんな音が混ざっちゃってるんですよね。C のフラットで出ました。今日はこんな感じで絶対音感テストをやってみたんですけど、皆さん何問正解しましたか？ぜひ皆さんが何問正解したのか、ぜひコメント欄へたくさん書いてください。お待ちしております。それでは、グッバイ。フォルテの尺持たせ、コメント嬉しかったモチベ上げコーナー。じゃあ結構再生意外とされてるショパンの10曲エチュード、難しかったやつから選びます。じゃあいきます。リアル中アマンさん、うまいですよ、シンプルにありがとう。次、新三郎、のぶ三郎、信じるに三郎で、13って書いてます。13って書いてます。こっち見るのほんまうざい。褒めてます。ありがとうございまっちょ。最後、トムトムさん、一マチョ二マチョ、牛皿定食。どういうことや。どういうこと。一マチョ二マチョ、牛皿定食。トムトムちゃん、ちょっともし今回コメント見てたら、その訳を今回解説してください、今回の動画で。ここまで見てくれてありがとう。今日はこんな感じで終わりたいなと思うので、まあ意外とね、意味わからん面白いコメントとかも僕のモチベーションは書き上げてくれるので、まあね、皆さんこれからもたくさんコメントお願いしまっちょ。グッバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ。マッチョ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 。マッチョが大好きで。